こんにちは、カップ麺リスペクトです。今回いただくのはテーブルマーク東北の味、仙台辛味噌ラーメンになります。ずっと狙ってたんですけど、偶然現品ご提供いただきまして誠にありがとうございます。はい、楽しみです。なるはや収録、なるはや編集、なるはや公開のパラレル版動画でお届けしますので、ぜひともお楽しみください。今回もいただきます。テーブルマークさん、仙台辛味噌ラーメンでございます。こちら、現品のご提供ありがとうございました。ご提供いただいた方に少しでも動画を早くお届けできるように、いつものリスペクト動画とは別の世界線で、なるはや収録、なるはや編集、なるはや公開のパラレル版動画でお送りします。それでは、まずは一口いただきます。麺がもちもちしてる。今までいくつかテーブルマークさんの商品いただいてきましたけども、一番もちもちしてますね、麺が。はい。あと、辛さ。唐辛子の辛さ結構きてます。はい。それでは、この商品を楽しむためのポイント、参りましょう。この商品のポイント。まずは、仙台味噌を含む3種類の味噌を使用。仙台味噌 22% 使用って書いてありました。嬉しいですね。はい。次、鶏の旨味を加えた、コクのあるこだわりの特製辛味噌スープ。はい、辛いです。満足ということで、おしゃべりしながらいただきます。結構もちもちしてますね、麺がね。これはちょっとびっくりしました。噛めば噛むほどもっち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 ガッチうまい、辛い。この辛さは結構強いですね。これ辛さダメな人は無理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 。これ今夜お腹とか明日トイレとか結構大変になっちゃう方も結構いらっしゃるかもしれませんね。でも辛さ美味しいですよ。あのストレートな味噌とストレートな唐辛子です。はい、小細工ないですね。美味しい美味しい、うん、これ辛いの好きな方は常食全然差し支えないです。はい。お、キクラゲ、嬉しい。キクラゲ、はい、嬉しいですね。キクラゲ、うん、でも結構僕が調べた仙台辛味噌ラーメンの前情報と違うスタイルなんでちょっとびっくりしてるんですけど、いや、そのあたりをちょっとお話ししましょうか。仙台辛味噌ラーメンの特徴なんですけれども、太麺で、はい、なかなかの太麺ですよ、うん、なかなかの太麺です。太麺で白味噌ベースの味噌ラーメンで、お店によるんですけれども、お味噌汁なのっていうぐらいあっさり系の味噌ラーメンだったりするみたいですね。で、そこに、レンゲに乗って出てくる辛味噌、赤いやつ。これを溶かしながら食べるっていうスタイル。なので、僕の動画で昔ので言うと、赤湯辛味噌ラーメン、リュウシャンハイですね。セブンプレミアム。こ
これの食べ方のスタイルに似てるかなと思うんですけど、こちらはもうあらかじめ真っ赤っかです。はい。代表的な具材は、チャーシュー、メンマ、キャベツ、ネギ、青のりっていうことで、キクラゲが入ってるのちょっと意外でした。はい。そんなところが僕の調べた仙台辛味噌ラーメンの特徴ということでございます。これニンニク入ってんのかな？ニンニクっぽい風味がね、口の中にも香りにもある感じるんですけど、やっぱり辛味噌とニンニクって合うのかしら。うん、美味しいです。はい、ニンニクの風味美味しい。お昼に食べると午後注意ですね。これね。うん。野菜、野菜。お、シャキシャキだ。うん。美味しい美味しい。これキャベツですね。うん、うまい、辛い、うまい。続いて仙台辛味噌ラーメンの発祥なんですけれども、これごめんなさい、実は調べてもよくわからなかったです。まず仙台辛味噌ラーメンの前に仙台ラーメンっていう言い方があるんですけど、仙台にはいろんなタイプのラーメンがあって、仙台で親しまれてるっていうことで、そういうものを総称として仙台ラーメンってくくって名前がついてるんですね。この考え方は京都とか旭川に結構似てる。京都ですと濃厚醤油があったり、背脂があったり、鶏白湯があったり。旭川ですと根本的なところで醤油とか塩とか味噌とか何でもいいよ、ダブルスープでもいいよみたいな、そういう感じで旭川で楽しまれてるものは旭川ラーメンだぜっていうくくり方なんで、結構それと似てる考え方ですね。仙台ラーメンっていうのは結構歴史がある自発的なご当地ラーメンっていうのは、こういうくくり方を後から定義づけることが多いですね。で、その中でこの仙台辛味噌ラーメンというのはメジャーなものだ。で、もともとこの仙台の味噌の文化というのを遡っていきますと、戦国武将伊達藩の伊達政宗公に行き着くんですね。伊達政宗公は戦国の世を生き抜くための兵糧として味噌に着目をされた。そして日本で初めて味噌の製造工場というものを作ったというふうに伝えられているみたいです。そして味噌が仙台の特産品と言われるまでになったと。それがベースになって仙台のラーメンに味噌が使われるようになったんじゃないかと思うんですけれども、じゃあ果たしていつ、なんで辛くなったのかとかね、ラーメンに取り入れられた経緯はどうなのみたいな。結構そんだけ仙台味噌に歴史があるとはいえ、日本で初めての味噌ラーメンというのは以前別の動画でお話ししましたけれども、1954年から1955年の北海道は札幌の味の三平というお店が出発点だと言われてますので、それ以前に味噌ラーメンがあるよっていうことになると、この辺の考え方が変わってきちゃう。で、ちなみにこの仙台辛味噌ラーメンの老舗と元祖と言われているお店が、仙台市若林区にある味吉中倉本店さんだというふうに言われてますね。こちらのお店はちょっと開店時期を調べたんですけれども、正確な情報が取れず、一部では1970年代というふうにネット上で記載がありましたけれども、確認が取れておりません。はい、仙台辛味噌ラーメンの発祥については現在分かっているところは以上です。テーブルマークさんの商品って本当にうまいとこついてくるよな。本当思いますよ。また食べたいもんだ。なかったら買おうと思うし、置いといたら食べちゃうし、いいとこついてます。素晴らしいです、はい、ちなみにテーブルマークさんの商品の過去動画なんですけれども、うちでは2本公開してまして、1本がホームラン県の鶏ガラ醤油ラーメン、これ実はうちで一番長い動画です。23分18秒。何をそんな喋ってるのかというと、テーブルマークさん、ホームラン県がどれだけものすごいドラマをくぐり抜けてきたのかっていうお話を延々喋ってます。僕はドラマの題材になるんじゃないかと思ってるくらいで、本当にドラマチックな展開なんですけれども、鶏ガラ醤油ラーメン。それからもう一本が幻の東北の味、このシリーズの岩手磯ラーメン。で、これがなんで幻かっていうと、テーブルマークさんの公式サイトに商品情報が載ってないんですね。で、本当に売ってんのみたいな。なんですけど、ちゃんと東北では売ってるみたいですし、我々東北じゃないところに住んでるものでも、東北フェアなんかがあるとね、ご当地カップ麺フェアなんていうのがあると、なんとか手に入れることができるみたいな。そういう塩ラーメンなんですけども、この磯ラーメンというもの自体は、ちゃんとモデルがあってですね、ドライブインで生まれましたみたいな話はその動画の中でしてますけれども、まあ美味しい。うん。カップの塩ラーメンとしては、本当に美味しい。うん。その2本、テーブルマークさんでは公開してます。気になった方はご覧ください。
はい、残りこれだけになりましたので一気にいただきます。うん、美味しかった、美味しかったです。大変美味しくいただきました。どうもありがとうございました。ごちそうさまでございました。いや大変美味しかったですね。味噌っていうと大体こう口の奥の方とかにコクが出てくるタイプなんですけど、これ珍しくこう口の上の方攻めてくる味噌でしたね。で濃さで言うとそんなに濃くないで、前情報で入れてたほど特徴と言われるあっさり味噌って言われるほどあっさりでもないです。はい、よバランス良かったと思います。辛さは辛いですね。あのこうレーダーチャート作ると辛さビョンってこうビョンって出る感じ、激辛っていうほどじゃないですけど、ちょっと辛さ苦手な方は門前払いされる感じだと思います。多分ニンニクあると思うんですよ。あったあった、ガーリックパウダー、ニンニクペースト、あったあった、うん、これね結構感じました。ニンニクも歯の裏とかにこうボワンとくる感じとかね、香りですよ、こう鼻にモモンってくる感じね、あの感じしっかり感じましたからね。だからこれ本当に朝食べたら周りの人に一日注意ですね、お昼食べたら午後注意ですね、はい、そのぐらいは多分あると思います。きっと今まで食べたテーブルマークさんの商品に比べてやっぱり太麺ともちもち加減は新しかったですね。はい、おーと思いました。美味しいか美味しくないか愚問です。美味しいです。はい、もう即答です。辛いもの好きの人はリピート候補にあげていいと思うんですけど、でもねえんだよな、売ってねえんすよ、なかなかね。手に入りやすければいいんですけどね。はい、いつでも食べられるレディーゴーっていう感じの商品ですね。うん、美味しかったです。はい、これリスペクトタイムにしようかな、ね。うん、以上です。カップ麺リスペクトの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、それから皆さんの思い出のカップ麺、ご当地のカップ麺の情報などコメントでいただけるとありがたいです。今後ともよろしくお願いします。